入れててください。やっぱ不便だなってすごい感じるのが、他の人だったら子供が泣いたら、まあ、おんぶ紐とかちょっと抱っこしながら何かやったりできるけど、私は一切それができなくって、意外とバリアフリーじゃないところもあって、遠回りしないと入れなかったり、行ったこともない場所の学校とかだとみんなあっちから入ってるけど、私多分あっちから入れないから、下階段あるし、私だけ遠回りでどこから入るのかなとか、なんかいろいろ考えるのがめんどくさくなってくるので、期日前投票は日常で自分が行ってるところでできる、なので使うこともすごく多いです。病院の看護師さんが、うん、投票しますかって来て、え、マジでできんのみたいな、はい、するするみたいな、なんかただサインだけをして出せば、はい、それをなんか看護師さんがまとめてくれるんだよね、その投票日、期日前なんですけどにやるっていう方法で、すごい良かった、うん、ある程度の大多数の人が使いやすいっていうのを開発する、設備を整えるっていうのもとっても大事なんですけど、でも絶対見落としていけないのは、それに合わない人も必ず出てくるっていうのを考えてほしくて、もし一票投じたいんだったら、こういう方法もこういう方法もこういう方法もあるよっていうのをもっと明確に表してほしいし、選択肢、はい、絶対に例えばだけど、今日は元気だから投票所に行って投票したいって人は行けばいいし、はい、今日は体調が悪いから他の手段を選びたいとか、はい、これだけこれだけじゃなくて選択できること、はい、それがやっぱり生活の豊かさになるし、投票の形一つを置いてもいろんな人がアクセスできる、はい、その場その場の状況においてアクセスできるっていうのが整えられるといいなって思います、はい、やっぱり一票投じていくことで変われるっていうのを信じたいし、うん、そうやって動いていきたいですね。